ぜなにデンドログラム。なぜなにデンドログラムの時間だよ。僕は管理 AI のチェシャ、よろしくね。はいはい、クマクマ、俺はシュースターリングだ。クマ、見ての通り愛らしいクマだ。クマ、私はネメシス、タイプメイデンウィザームズのネメシスだ、よろしく。手に汗握る大10話だったね。ベルドルベルのスペリオルジョブ、キングオブオルケストラは音楽家の中でも指揮者系統と呼ばれるもので、パーティーメンバーの音楽系スキルを強化することに特化してる。クマ、もともと音楽系のジョブは非戦闘職だから、戦いに参加しても仲間の強化や支援がメインなんだ。例えるなら指揮者系統は支援職を支援するジョブってことになるね。だが奴のエンブリオが攻撃に使える音楽系のスキルを持っていたからこそ、あそこまでの脅威になり得たんだ。クマ、フランクリンと同じくエンブリオとジョブの相性がいいタイプだな。そういうこと、相性ってほんと大事だよね。それにしてもエンブリオというのは姿形が様々だな。エンブリオはいずれも地球の神話、伝説、偉人、童話などをモチーフにしてるんだ。だからこそ千差万別、見た目も能力も同じものはない。クマ、ベルドルベルのエンブリオはその名の通りブレーメンの音楽隊がモチーフになっておるのだな。そうそう、ちなみにネメシちゃんの場合、ギリシャ神話に登場する女神だね。女神がモチーフとは、優しくて美しい私にぴったりだな。随分と食い意地の張った女神様。クマ、何か言ったかな。何でもない。クマ、はいはい。お次は今回の話で大活躍したマリー・アドラーのエンブリオについて解説するよ。エンブリオの名前はアルカンシェルで、タイプはレギオン。レギオンっていうのは簡単に言うとガードナーの強化版かな。一体だけではなく何体も召喚して戦うのだな。そう、クマ、アルカンシェルの場合、モンスターを生み出す絵の具をこの拳銃に装填してバンバン打ち出して戦う。クマ、絵の具は全部で6色あるんだけど、混ぜる色の割合によってモンスターの能力が変わるんだ。それぞれの色と特性はこんな感じだな。必殺スキルはその絵の具を使って彼女自身が絵を描いた弾丸を撃つんだ。バッキョン。拳銃も弾の大きさも普段とは違うな。弾丸に描かれているのはイントゥーザシャドウという漫画に登場するキャラクターだね。絵の具ごとの特性をうまく使い分けて漫画のキャラクターを再現しているんだ。マリー自身、イントゥーザシャドウの主人公であるマリー・アドラーをロールプレイしてる。クマ、俺もあの漫画は好きだったから連載復活を待ってる。クマ、ただ強力なスキルには当然デメリットもあるよ。一つは弾の制限。必殺スキルの弾はあらかじめ1発ずつ用意しておく必要があるが、最大でも6発までしかストックすることができない。クマ、たくさん用意しておけばと思ったが、そんなに甘くはないな。もう一つは絵の具の制限。必殺スキルで使った色はデンドロ時間で24時間の間使うことができない。それは必殺スキルだけじゃなくて普段の攻撃でも同じだよ。それで今回使った絵の具は何色だったのだ。赤と黒を使った爆殺のデイジースカーレット。クマ、大爆発。クマ、なるほどな。それにしても普段の攻撃はどこかで見たことがあるような。はい、今日はここまで。次週もお楽しみに。クマ、また。